昨日夜、博多港の防波堤に大型貨物船が衝突し、航行不能となる事故がありました。けが人はいませんが、船から流れ出した燃料の油を取り除く作業が続いています。貨物船が灯台がある防波堤を突き抜ける形で止まっています。昨日午後11時45分ごろ、およそ2000トンのバナナを積んで神戸港に向かって博多港を出港したパナマ船籍のレディーローズマリーが防波堤に衝突し乗り上げました。乗っていた日本人2人、フィリピン人の船員20人に怪我はありません。流出した油のような黒っぽいものが広範囲に広がっています。福岡海上保安部によりますと、他の船への影響はありませんが、船首の亀裂から燃料の油の流出が続いているということです。福岡市や海上保安部の職員らが油を吸い取るマットを使用して回収作業を行っていますが、終了のめどは立っていません。当時は波や風もほとんどなく、船長は日本人で70代のベテランだったということです。海上保安部は業務上過失往来危険の疑いで船長から詳しく話を聞きます。